唐松神社は、秋田県大選手協和にある神社である。女性の生涯を守る、女一代守り神であり、縁結び、小宝、安山の神として、境の唐松様とも呼ばれ、親しまれている。小野寺氏や佐竹氏の数形者であり、唐松公で全県に知られていたが、中世より、地元の豪族の後ろ盾を持たず、近世末期はもっぱら個人の努力によって崇拝者を、集めた。 平安時代後期、神仏集合の東松山幸雲寺となり、上長作の福建作、観音像座像も祀られて、江戸時代には、秋田六郡三十三観音霊場の十八番札所に数えられた。神仏分離の際に、あた神社と唐松神社の二社に分社され、当初は、物のべしの邸内神社とされたが後に校舎となった。平安時代を起源とする、邪頭神ぐが、 大仙市指定無形文化財、室町時代のものとされる奥伝と木造し士頭が秋田県指定有形文化財、江戸時代に植林された山道の杉並木が秋田県指定天然記念物である。なお、本校では、当松山天日宮についても記述する。宮司を務める秋田物の氏に伝わる儀書である、物の文書の一つには、 物のモ,モリ屋の一子、仲世が一族滅亡の後に、ほとり男族にかくまわれ、山和から東欧へ落ち延びたが、逆愛で筆が動かなくなって立ち往生してしまい、老人に土地の言われを尋ねたところ沖縄大悲鳴命を祀る、反福林という場所であると教えられ、社殿を修復したとされる。しかし別の物の部文書の一つである、物の部家系図では、 物部氏が逆号に定着したのは982年、物部長文の代であり、同年に天地創生の神や天神地義を996年に宇治神である秘訣神を祀ったとしている。反復宮という名は、神宮皇后の三冠性伐で、韓国を征服したことを称えて、幾井連が社を建立した古事に由来する。 半福神社が現在の唐松神社の名で記録されるようになるのは1509年以降である。なお一区異連は三冠征伐の際、解任中の神宮皇后に腹帯を献上し後に下死され、これが秋田物の氏に伝わり、信奉とされたと言われる。物の文書の物の家系図には、八幡太郎義家が前9年の役で安倍氏の残党を追っていたが、 神社の近くで、馬型にはまり、逆に打ち取られそうになったところ一人の勇士に助けられた。勇士の正体が神社の祭神愛子神の化身であることがわかり、吉家はこの恩に報いて神社を修復した上、神田七十二長部を帰信したという話が伝わっている。この修復については1 6 3年に行われたと記録する神社胸札も現存していることから、 吉家が参拝したいう伝説も事実と考えられる。また吉家は、前9年の役で先行のあった、もののべ長頼りの父の長秀を主言として、東松山幸運寺、名久氏の号を送り、この時神物集合の東松山幸運寺となった。その後、吉家は、後3年の役の戦勝を当社に祈願し勝利したことから、 1087年より、三北地方を霞として与え、蛇頭神楽の巡業を許可したと伝えられ、これが、唐松神社蛇頭神楽の始まりとされる。現在、唐松神社には三つの獅子頭が保存されており、内室町木の木造獅子頭は、県指定有形文化財になっている。1680年、秋田藩主、佐竹義所が行った修復の際に唐松だけから、 現在の鎮座地へ拝殿が移された。この移転にまつわり、義所が神社の前を通る際は、馬から降りなければならないとする下馬殺を無視し騎乗した、まま通過したため神罰に触れて落馬し、怒った義所が社殿を窪地へ移転させ、本堂を格子のついた副堂に閉じ込めてしまったが、再び神罰に触れて落馬し、加えて病を得たため、定地へ移動した社殿を拝殿とし、 山の本堂を整備し直したとする伝説が残っている。しかし万事から遠方にかけて、半主道で宇州街道沿いに宿場町を整備するために、周辺に住む農民を強制的に集中させたという記録が残っているため、実際はこの整備に伴う移転であったと考えられる。遠方八年の棟札には、早々十四位上で和む守八万太郎源義や、阿蘇万事、 笹具修復では国船牧軍酒井から松山、幸運寺阿多子将軍地蔵門原社一部、遠方更新8月8日、吉日商品4位下地重県右京大部、佐竹蚊蛇、源義所阿尊と記されている。山道の杉並木はこの時に植樹されたものであると言われ、現在秋田県の天然記念物に指定されている。1870年。 神仏分離令により幸運寺は廃寺され、あた神社は豪社となるが、1878年、あた神社は宇治神へ変更、唐松神社が豪社に列せられた。菅江雅美のガツの出は路千北具一にも唐松門限社についての記述があり、神社の起こりについて雅美は、針馬国の関松山に姫神社という神社があることや、針馬国風土記に針馬の名の起源に、 沖縄帯大売り命が関連することを挙げて、古い時代に、張馬国あたりから移ちしまつったのではないかと、推測している。また久しぶりめの逸話から、遠くの国から祈ってもご利益がある、では一の、むすひがみと記している。また中通白の、六軍祭時期を引き、安山の神として六軍外からも参拝者が訪れる、こと、別当主源寺が、幸運寺であることなどを述べる。 そして中通白は、唐松権限祭を4月8日としているが、本式神事が行われるのは9月24日で、ある年、その日付が、神社の北にある地元の人たちが、あたご山と呼ぶ愛護権限の山に、幻想はしないものの大変古い社があり、かつて地主の神として、家具土の神の神社と、観賞姫御神の本宮拙者が、同じ場所あるいは愛、殿ので祀られていたものが、 現在の場所に遷宮したことに由来するとしている。唐松権元が鎮座している場所も、さほど古いものではなく2から3回遷座しているとしている。家具土のノと神宮皇后が合祀されている理由については、ある演起に三冠政伐に出征する神宮皇后の船を守護した坂江実太郎が、家具土のノの化身だったことに由来すると伝わる、異文を紹介している。 唐松という地名の言われについては、神社の西北に大変古い時代、黄金松と呼ばれた唐松という地名があるが、そこから起こったものか、海松、朝鮮松などが、俗に唐松と言われるので、それが山に生えていたからそう名付けたのか、詳しいことはよくわからないとしている。放映に入り、秋月半黒岳に嫁いだ木ろの即女久しびめが、南山に苦しんだ。 久しぶりめは、出羽国の三北にある、唐松の姫神はお祈りすれば大変なご利益があると聞いているので、その神様に祈祷してこの苦しみから救ってほしいと言い、近くに仕える男女が身を清めて、出羽の国の方へ向かって、安山を祈願したところ、無事男子を出産した。後に久しぶりめは獅子頭を神社へ奉納したと言われる。木所は本社を藩内で、唯一の、 女一大守り神に指定し、義所の側室や蕎麦遣いの女性たちは、樹脂安山を願って、唐松公を結成したとされる。唐松公は、秋田にとどまらず、全国に広がり、大正十五年頃には、公獣は三万五千個を数えるほどになり、戦前まで続けられた。沖縄大姫命の地、家具土の神、豊駅姫命の地、高校魂命、 神皇魂命ま松神社に隣接する、物のべ家邸宅の庭園内に位置する物のべやゆかりの神を祀る神社。佐竹義所のかま松神社の移転の際に、東松山幸運寺を別当として、現在の場所に建てられたが、神仏分離令により、豪舎、後に、氏神とされ飽きた物のべ市の邸内祭神となった。現在の社殿は1914年に再建された。 白面神明作りで、かつて、大和の地に混流されたものを再現したものと言われる。石垣は、工事や崇拝者から奉納された、天然石数10万個を積み上げて作られたもので、庭園は1932年に完成した。東松山天日宮裏手にある滝石という衣装を、国た石碑。左から、抱え石男石、玉ぼこ石、女石。 社殿の裏側には子を授かる、子医師団医師、縁結びと安山を叶える、玉ぼ医石、子宝に恵まれる、女医師の3体の抱え石があり、ご身体に直接お参りすることができる。お参りする時には願い事を唱えながら男性は、右回りに進んで、玉ぼ医石を、女性は左回りに進んで、子医師団医師と、玉ぼ医石を触るという手順を3回繰り返す。 秋田、物延文書伝承年表と、江戸時代の東松山幸運寺年表を参照し、年表に記載のない文については、本文中の記述より補った。なお、年代が前後して明らかに誤りである部分は、訂正したが、一の鳥居の混流のように二重記載が疑われる部分や固有名詞の表記の揺れなどは、生後不明のため、まま記述した。 JR 五坂駅から徒歩15分。ありがとうございます。